人里離れた一軒の古民家で人生最後の愛を探す愛の里。みんな結婚歴が割と、想像してるよりアダルトだな。そう、人生とか子供も関わってくることだし、今までの恋愛リアリティショーの感覚で見ちゃダメなの。45歳になっても18歳と同じようなことやってんだから。誰が動くの？誰が動くの？結構大人の三角関係。やばい。さっさと金を鳴らせよって言った自分を恥じますね。最後の恋って感じ。なんか、うん、やばい。なんか泣きそうなんですけど。すごい展開だね。これ究極の選択じゃないですか。嘘でしょ？嘘でしょ？